はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、はいこちら見ていきたいと思います。はい、またまた素敵なね、トミカギフトが登場しました。今回は110番警察車両 DVD セットです。去年はね、119番の消防車のねセットだったんですけどもね、今年は110番パトカーですね。いやー、これはほんと良さそうですね。では早速ね、ちょっと見ていきたいと思います。まずね、今回のセットに含まれている車両はね、こちらの3つになってますね。どれも素敵な車両ですね。左からトヨタランドクルーザーの現場指揮車 DJ ポリスカーで、真ん中がねトヨタクラウンアスリートのパトロールカーで、一番右端がねスバルインプレッサの覆面パトロールカーですね。まあ僕的にはクラウンアスリートのねパトロールカーすごい楽しみだったんですけど、このね DJ ポリスカーもねすごくね面白そうで、覆面パトカーもね本当にねちょっとかっこよさそうなんで、本当に見るのが楽しみですね。で、あとね、このね、スペシャル DVD が1枚付いてるんですが、まあ、これはね、ちょっと詳しくは書いてないんですけども、このね、同時発売のデカパトロールカーですね。これも次にね、紹介しようと思ってるんですけど、これとね、連動して遊べたらいいですよね。さあさあ、それではね、お待たせしました。それではね、早速ね、トミカの方を出してね、見ていきたいと思いまーす。おっとっと。さあ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 、どうなってんのかな？おDVD もこちらに入ってますね。シンプルなモノクロデザインですけども、パトカーらしく白黒です。で、あとはこれは多分福袋の紙ですね。で、箱にはこんな感じで、こことこことここの3箇所にトミカがそれぞれ入ってます。チラッと見るとね、はい、こんな感じになってて素敵な顔が覗けますね。さあ、それではね、どこから行こうかじゃあパッケージのさっきの順に行きましょうか。左からね、 DJ ポリスカーでここですね。ではではでは、1台目行ってみたいと思います。おいいね、素敵なこれあ、これはいいですね。ではでは行きましょうか。まずね、フロント部分、はい、こんな感じになってますね。ヘッドライトはクリアパーツで作られておりまして、真ん中にはこれは警察のマーク入ってますね。で、バンパーの部分は、こちらはシャーシと一体成形になってます。で、ボンネットの部分はね、こんな感じになってて、色はね、白色と、あとね、鮮やかな青色ですね。デザイン的にはパトカーのデザインと同じですね。で、車両ベースはご覧の通りね、ランドクルーザーになってます。で、側面行きましょう。はい、横から見るとね、こんな感じですね。下から青色、白色、青色、白色とね。まあ、まじまじとこう、デザイン見たことないんですけど、横から見るとこんなデザインになってますね。で、上の部分ですね。はい、こちらには、いろんなね、現場をね、指揮するね、おまわりさんがこう、立つね。これどう言ったらいいのかな？お立ち台それでいいのかな？それがルーフの部分についてます。で、そこの前の部分、ここにはそれぞれね、赤の赤色灯がついてますね。ちなみにこの赤色灯自体は赤色の塗装で再現されてます。はい、続いてね、こちら行きましょう。後ろから見るとこうなっておりまして、スペアタイヤついてるんですけども、これはボディとの一体成形になってて、全部黒色のね、塗装仕上げになってますね。で、細かい文字とかは特に入ってなくて、あとね、テールレンズは赤色の塗装です。で、リアバンパーもシャーシと一体成形と、そんな感じですね。で、反対側の側面はこんな感じになっておりまして、よく見てみるとこの車両、窓ガラスの透明度がかなり高いんで、内装が本当によく見えるようになってますね。で、その内装の感じも結構しっかりとできてるんですが、ちょっとなんかね、白色の塗装が飛んでますよ、これね。まあまあまあ。仕方ないとしましょう。で、上から見るとこんな感じになっておりまして、はい、ぐるっとね、そこの部分、はい、こちらはね、こんな感じになっております。で、ベースの車両は2017のトヨタランドクルーザーになってます。で、車両のスケールの方は71分の1です。あ、ナンバーも書いてましたね。こちらにナンバー44番の分ですね。で、こちらの車両ね、ギミックの方はサスペンション機能と、あとはね、左右のドアの開閉もね、できるようになっております。ではではね、ぐるっと回っておきましょう。はい、こんな感じで内装もよく見えますね。しっかりと作られています。で、残りも、はい、ぐるっとね、こんな感じになっておりまして。いや、1台目のね、トヨタランドクルーザー現場指揮車 DJ ポリスカー。まあ、数年前にね、新宿でしたっけ？渋谷でしたっけ？そこでね、一躍有名になった現場指揮車。通称 DJ ポリスカーなんですけども、まあ、今回はね、その車がね、トミカで登場したんですが、本当にね、素晴らしい車に仕上がっておりました。トミカギフトでしか手に入らないのがね、ちょっとまあ残念なんですけどもね、ぜひこの先ね、通常のラインナップとかも出てほしいですね。
さあではね、他にもねまだね2台もあるんで、ではでは次の車ね行ってみたいと思います。さあではね、2台目はねクラウンアスリートのパトカーですね。こっちですね、こっちね、ちょっと見えてますもんね。では出していきましょう。はい、あ、これは神奈川県警察ですね。おお、あ、かっこいいねこれ素敵だわこれ。いや、かっこいいですね、クラウンアスリート大好きなんで。さあではね、ちょっと見ていきたいと思いますが、まずフロント部分こんな感じですね。まあ特徴のある大きなねグリルはしっかりとね形再現されておりまして、でヘッドライトはシルバーの塗装ですね。で警察のマークもプリントで再現されてるんですけども、このプリントされている部分は多分ね、これクラウンのマークですね、元自体はね。まあ実際これ目では見えにくいんで、画像の方をね後ほど拡大しておきますが、多分王冠のマークの上に警察のマークがねプリントされてると思います。まあ、通常ラインナップのねクラウンアスリートと金型が一緒のものがね使用されてると思います。でボンネットの部分はこんな感じで、あ、ちょっと個人的にこれは残念これは明らかに残念ですね。これ何が残念かというと、めっちゃプリントずれてるでしょこれねえ、もう明らかにこれ右に寄ってますもんね、センターがねこことここの長さも違いますし、あ、これはちょっと、うん、もう1セット買うかもしれませんこれ当たりを狙って、なかなか面白いずれ方ですねまあこれはこれでいいでしょ。でパトカーなんで、ルーフの部分には赤色のねクリアーパーツで赤色灯がねついてますね。で側面のデザインはこんな感じになっておりまして、はい、ドアのところにはね神奈川県警察の文字が書いてあるんですけども、結構なんか特殊なフォントなんですねこれね。なんかちょっと可愛い文字というか特徴がありますよね。で黒色のラインの塗装なんですが、ちょっとこれも粗い感がありますね。どうしたでしょうね、クオリティ下がっちゃったかなでホイールはこんな感じのねベーシックタイプのものが使用されております。で後ろの部分はこんな感じになっておりまして、テールレンズは赤色の塗装で、真ん中にはトヨタのねエンブレムがあって、後ろのねトランクのところですね、まあ、こちらもね特徴のある文字なんですが、神奈川県警察と書いてますね。で反対側の側面はこんな感じで、こちらにも神奈川県警察の文字で、こちらの面の塗装のラインは結構ね綺麗な仕上がりになってますね。さっきの反対と比べると雲泥の差ですね。これね、こっちめっちゃ波打ってますもんねで上から見るとこんな感じになっておりまして、やっぱりボンネットのこの真ん中が出てないのがすごく気になります。もう明らかにあのセンターのエンブレムとここずれてますもんねでそこの部分はこんな感じで、ベースの車両はねおなじみですね、2013年のナンバー92番トヨタクラウンアスリートとなってます。でスケールは66分の1ですね。でこの車両ねギミックの方はサスペンション機能がついてますね。はい、ということでね2台目はトヨタねクラウンアスリートのパトロールカーでした。まあ結構本当にあの大好きな車両なんですが、何回も言ってますがね、この印刷がかなり右にずれちゃってますね。まあまあ少しだけ僕のやつは残念かなと、外れ引いちゃいましたねさあではね、ちょっと気を取り直しまして、最後ね覆面パトロールカーもね見ていきたいと思います。さあさあ、それではね行ってみましょう。ラストね、スバルインプレッサの覆面パトロールカーですね。はい、お、かっこいいねこれは。ブラックと思ってたらメタリックブラックだった、渋い。さあではねこちらもね見ていきますが、まずフロント部分こんな感じですね。かなり丁寧なね仕上げになってます。グリルのね縁の部分とかシルバーの塗装が入ってて、真ん中にはスバルのエンブレムですね。でヘッドライトはシルバーの塗装で、下のバンパーのところの形とかもしっかりと作られてます。でボンネットのところですね、はい、このような感じになっておりまして、でカラーが真っ黒だと思ってたんですが、これパール系のブラックなんでね、めちゃめちゃキラキラしてかっこいいですね、渋い。でルーフの部分には覆面パトカーらしく、小さめの赤色のね赤色とかついてますね。こちらはクリアーパーツになってます。で横から見るとねこんな感じになっておりまして、まあ形はしっかりとできてますね。とにかくこのブラックパールめっちゃかっこいい。でホイールはこんな感じでね、ベーシックなタイプのものが使用されてますね。で後ろの部分はこんな感じで、テールレンズは塗装仕上げで、真ん中にはスバルのエンブレムです。で反対側の側面はこんな感じですね。こちら側から見てもねかっこいい
いい仕上がりになっております。続いてね、上から見るとこんな感じで、はい、くるっとね、底の面、はい、こちらはね、このようになっております。で、別の車両は2017年度ナンバー78番ですね、スバルインプレッサの G4 となってます。で、スケールの方は63分の1です。で、こちらの車両はね、ギミックの方はサスペンション機能と、あとはですね、このね、フロントのボンネットの開閉機能ですね。よいしょ、開けれるかな。はい、こんな感じになってます。中は特に塗り分けとかないですね。全面ブラックパールの塗装になってますね。はい、こんな感じで。いや、ほんとあの、色めちゃくちゃかっこよかったですね。最後ね、3代目を飾ったのは、スバルインプレッサの覆面パトロールカーでした。では、すべてね、見終わったんでね、3台並べてみると、はい、こんな感じになりまして、いや、もう並べると、今回のセットの良さがすごくわかります。めっちゃいいセット、今回、本当に。もう車種というか、車両というか、もうすべてのね、設定が僕の中ではかなりパーフェクトです。いいですよね。覆面パトがね、インプレッサで、パトカーがクラウンアスリート。で、DJ ポリスがランクルなんで、もうめっちゃいいね、ほんとね。これはあの本当にあのかなりね、ちょっとおすすめしたいね、セットになってくるんで、まあパトカー好きのね、皆様ぜひ今回ね、これ買ってみてください。まあ、というような感じで、今回はトミカの110番警察車両&DVD セットでした。さあさあ、本当にあの皆様ね、いかがだったでしょうか。お気に入りのね、車がね、見つかりそうですかね。もうさっきも言いましたけどもね、本当にあの素敵なセットになっております。まあ、値段もそんなにあの高くなかったんで、まあ、気になった方はぜひおもちゃ屋さんやちょっとね、ネットショッピングなどで探してみてください。ということでね、今回はね、この辺りにしときたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとね、ツイッターインスタもやってますので、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。